DIY みんなでやりましょうって言ってるけど、ね、全部のことを事務所とか予算の使い方まで皆さんに決めてくださいとは言っていません。中心のところは決めるから、ね、皆さんの地域地域支部でできることとか人事をやってくださいと、人選をね、それは皆さんにお話ししてます。だからその範囲でやっていただいて、で当然皆さんが積み上げて経験ができてきたら発言権できますから、ね、それができるまで積み上げていきましょうよ、ね。だから今せっかく新しいトライをしようとしているので、もう少し時間を持ってですね、見てもらえませんか。で、形がしっかりできたその時に、あ、こういうものを目指して神はやってたんだなということが分かってもらえると思うんです。今は、ね、欠点ばっかり言われてもあるんですよ、ね、だから、まあ、ジャッジって言っちゃいますけど、それ批判的な話に来て、まあ、確かにそうだよねと言って反省することもあるんです。けども言われてもそんなすぐできないんだよというのがあれですよね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。うん、はい。初めは知ってるでしょ。初め、いや、ね、なんかあります。東京の、東京、あの東京行ったんですよ。あ、去年の9月の。はい、その時に、店やな。そう、フジテレビに、握手、2回目です。あ、どうも、はい、3回目になる。はい。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。はい。YouTube 見ていただいてます。しょっちゅうすぐにもいいよ、そっかそっかで、もう流しながら余計な用事したり、はい、あの、どういうあの、あれなんですよ、サロン、サロンなんですよ、サロン、サポーター、サポーター、あ、サポーターっす、はいはい、完成と知ったのは去年の4月ぐらい、あ、もうちょっと前、はい、と、あ、違う違う、去年違うの、ね、そうです、そうです、ね、参院選の前の4月、一番盛り上がった時です、はい、あ、そうです、ね、うん、何がきっかけで、初めね、武田先生が、ね、参政党に入るのはその前の年です、ね、12月、はいはい、はい、知ってたんです。で、虎ノ門ニュース見てたので、はい、虎ノ門ニュースの奈良田先生が、お母さんです、活動始めはるなって感じで、はいはい、どんな党に入るのかなと思って、賛成とって、うん、そっから興味しました。話したら出てきました。大丈夫です、はい、大丈夫です。そっか、神谷さんの動画をずっとほんなら動画とか見ていただいたり、 YouTube もチェックして、はい、もうほぼ増えてる、あ、ほぼ増えてる、あ、すごい。最近ちょっといろいろこうごたごたしてるじゃないですか、今日もね、はい、なんか事件も起こったりとか、どうですか。いや、心がぶれることがないので、あ、そうですか、冷静に、はい、情報としてはい、どんなことがあったのかとかを調べますけど、何もぶれないですね。ね、ちょっとよくわからないですけどね、はい、わからないのに、はい、いろんな文章が出てきて、なぜどういう方がそういう気持ちで上げはったり、どういう気持ちで上げはったのかなって思います。もうね、それはもうギリギリのところで本部なんかは本当にこうみんなね、大変な中やってはるから、そういうことは思うかもしれないですけどね、でもまだわからないですね。賛成党はどう思ってはりますか。話聞いて、はい、早々に、はいはい、諦め組でした。あ、やっぱ諦めてたの。もうどこで、あ、もっと前から、前もうだって選挙行く時から、僕たちの時から、この人一緒に応援してた、一緒で、まあ、だからその時の組に乗って民主に入れるから、民主党に入れる、維新に入れたら維新に入れる、で、まあ地域の中で言うと、こいつはあかんからしゃあないからこいつっていう入れ方で、別にまあ
投票には行くけど、そこまで関心はない。もうそれこそ教育所に至り入れよう。そうですよね。でも結構みんなそうですよね。はい、どこの党っていうよりかは、この人を見てみたいな。だ無党派層なわけですね。ですね。で、まあ、明らかにないときは白票でも入れには行っとったんですよ。今必ず行ってた。住んでる地域で、まあ、まっとうなないというか、まあ、この党や入れへんって決めてるとこしかなかったら、もう、白票を入れに行ってた。だから選挙には行ってるんですけど。参政党に出会って、どうですか。まあ、正しきことをおっしゃるので、まあ、時々、結婚の時はちゃんと YouTube 見て声聞きました。まあもう全然ブレはれへんので、まあ正しいこと言うてて、まあそらじゃあでも、もうほんまみんな政党の時って選挙行くルールとかにせんと、そうですね、絶対かチェックしてね、そう、まあ時間ないけど、そうじゃないと選挙権がないようにせんと、そうですね、で私は思います、ね、いやほんまその通り、まあね、選挙投票率が 50% をどこも切ってしまって、ひどかったらもう 30% 台とかね、切ってもらえるけど、聞く人はちゃんと全政党の話を聞いていくっていう風に、選挙わけわからんととりあえず入れるっていうのがあんまりになっちゃうかなって。ありがとうございます。そういうしっかり見ていただいて考えて投票するって大事かなと。とにかく選挙もね、皆さん行きましょう。はい、ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、私もいろいろ広めていってる。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは。どうも、賛成党はこんにちは。一般党員、一般党員、はい、一緒ご一緒、はい、あ、そう、はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。どうですか、先生ちゃん、ちょっと今、ごたごたしてますね。何て言うの？どぶちゃんは？ああ。全然ブレてないから。ああ、ブレてないから。それで私はブレてないです。ああ、そうですね。ブレてる人って、なんだって思ってしまう。今は仕事です。だって日本を良くしたいと思って、やってはるんで、日本だから、彼女はみんなブレてるんで、なんでそんなの？昨日ね、ちょっといろいろ。そうですよね、あれ。あれ、あれちょっと聞きました。聞きました。うん、まだよくわからない。出ないことは発信して、みんなに問いを与えても、ちょっとおかしいんじゃない？っていうのを思いました。あ、そうですね。思いますよね。うん、あれの、私見ますよ、総理さん。あ、ほんまつき。ほんまつき。ありがとうございます。はい、そうですね。ちょっといろいろこう、反対側の声が出てくるね。なかなか発言を早く伝えてくれる。声を落とし込むとそうなんですよ。だから、8割残ってますけど、なんかいろんな誇張してて、なんか8000人になったとか、いや、そんなもの絶対ない。当たり前のように。そうですね。まさにその通り。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも、何が取られるんですか？どうですか？ちょっと、まあ、ちょっと時間がある限り。あの、あれ、人をあれしますよね。聞いてますね。そう、インタビュー。そうですね。僕もよう聞かせてもらって、インタビュー、アンケートを聞いた。アンケートでも、若い子はちょっと、そうですね。いや、ほんとほんとその通りで。うん、今年の頭ぐらいはほとんどの知らなかった。でも、何万人も増えてきてる。あ、二人だ。はい、不都合な真実を広めてますでしょ、はい、私たちは、はい。だから潰したいと思う、自由勢力は、もう辛いですよ。あ、でも、最近の若い人たちの YouTube の意見とか聞いてると、結構私たちと同じような考え方が多いですね。だから、頼もしいです。あ、うん、明るい。お二人は、友達。全然違うんだよ。しかも、集会で知り合う。
あれの時に、リスナーの、最後の演説あったでしょ。はいはいはい。あの時に行ってたのに、4月9日に、ああ、知事選挙になってる。あ、ごめん、知事選挙。投票日の前、前日から。前日の、最初のあれの時に、たまたま、たまたま出会って。いろんなおかしいことを聞いて、私たちは、前から勉強してたんで、だから今思ってるのが、ダボス大事なんだけど、だから不安ですよね。そうですね。だからそういうことを考えると、やっぱり焦ってるんですよ。そうですね。だから分断しようとしてるんだけど、ね。今まではパンデミックが問題だと言ってたのに、なんか情報が出すのが問題だとか言い出してね。やっぱり安心してるぞ。なんかね、こう、そうですね。だからもう、出しに行く場所が増えてきてるので、だから分断しよう。そういう真実を出しの団体はね。だから、本当に真実言ってなかったら、ほとんど言うんですよね。何の人しかいないから、完全体制に行くのはいいのか。だけど、必死になって潰しに行くっていうのは、それだけ的を得てる、そう、得てる政治なんで。いや、ほんとにまさにそのとおり。絶対に、そこは、売れない。売れないですね。そうですね。賛成とか、そんなすごいです。真実を追求したいって人が集まってるんで。そう。自分で考える集団と。そう。ちょっとでもいいんじゃないですか、私の他に。ではありがとうございます。ありがとうございました。はい、行きますよ。ちょっと待って。はい。行きます。せーの、1、2、3、セット。はい、ありがとうございます。